あなたは、目的達成のために、犯罪を犯せる自信がありますか？多くの偉人たちが生まれ、戦ってきた幕末の世。それぞれが強い思想を持ち、日本を変えるために、刀や言葉、あらゆる手段で、行動を起こしていました。そんな激しく燃え上がる時代、誰よりも日本の未来を思い、数多くの行動を起こしていた、とある一人の男。武士として、教育者として、自分の信念を貫き通したこの男は、間違いなく日本史上の、重要な存在と言えるでしょう。皆さんこんばんは。今回は、吉田松陰のクレイジーすぎる人生、というテーマで、動画をお送りします。多くの偉人を輩出し、人間味にも溢れた男、吉田松陰。一見聖人君子のような人間にも思われる彼ですが、その実態は、大きく違っていました。目的のためなら手段を選ばず、たとえ犯罪でも実行しようとした、イカれた男。彼が生きてきた29年という短い生涯の中には、誰よりも激しく、燃え上がる闘志があったんです。松陰が行ってきた数々の事件、そして、その悲しき末路とは？彼の人生を振り返りながら、探求していきましょう。吉田松陰は、現在の山口県、長州藩にて、下級武士の次男として誕生します。幼少の頃の名前は、杉虎次郎。吉田という名字は、彼が6歳の頃、吉田大輔という男の養子になったことで、付けられた名字でした。父である吉田大輔は、山賀流と呼ばれる兵学者であり、松陰も父の教えに習い、兵学を学習。幼いながら、松陰は戦いの教育を受けた、エリートだったんです。そんな松陰、養子に入った翌年、なんと父である吉田大輔がぽっくり行き、吉田家の家督を継ぐこととなります。吉田家は兵学者の家系、藩主に対して講義を開く義務を背負っていたため、今のままでは学びが不足していると、松陰は叔父である玉木文之進に、教育を仰ぐこととなるのです。ここはこうであるからにして。あ、かわいい。何やっとんじゃこらー。松陰への教育に対し、非常に厳格だった、叔父の文之進。松陰が授業中、顔に止まった蚊を払うと、学問より自分事である氏の行為を優先したとして、彼を殴り倒していました。しかし、そんな文之進の体罰にもめげず、ひたすら学問に励んだ松陰。松陰が自分に厳しい性格に育ったのも、叔父である文之進の影響と言えるでしょう。ちなみに、この玉木文之進、彼の教え子の一人に、後の日露戦争で活躍した、野木真助がいました。吉田松陰と野木真助、二人の偉人を育てた玉木文之進。教育法はあれですが、間違いなく文之進は、歴史上重要な人物と言えますよね。そんな、バリバリのスパルタ教育を受け、育っていった吉田松陰。9歳になると、名門学校である明倫館の兵学師範へ就任し、さらにその2年後の11歳には、長州藩主である毛利義親の前で、御前講義を行いました。幼いながら、その才能を藩主にも認められていた松陰。13歳になると、長州軍を率いて西洋艦隊撃滅演習を実施し、もはやただのガキとは言えないほどにまで、成長していました。しかし、それでもまだ勉強が足りないと思っていた松陰。これまで学んできた山賀流兵学の他に、長沼流なる兵学も収め、兵学を語らせたら右に出る者はいないほどの人物へと、成長していくのです。二つの兵学を知り尽くし、戦において、誰よりも詳しくなった吉田松陰。彼は20歳になると、さらに学びを深めるべく、隣の九州へ旅に出ます。兵学だけでなく、あらゆる学びを追い求める松陰。そこで彼は、現在の長崎県にあたる平戸藩で、早間早苗という男と出会いました。早間早苗は、解剖論者として有名な人物。日本国内のことではなく、海外についてもよく知る人物でした。ちなみに解剖論とは、読んで字のごとく、海外からの亡霊を論じる学問のこと。当時世界は、植民地時代真っ盛りで、ヨーロッパなどの列強国が、ゴリゴリに他国を侵略するような血生臭いジェネレーション。力の弱い国は、彼ら列強国に虐げられる運命にあったのです。早間が解剖論者として訴えていたのは、日本の兵学では、海外列強に勝つことはできない、ということ。海を挟んで向かい側、東寺神と呼ばれていた中国では、アヘン戦争により国が崩壊していました。日本にとって、神は身近にわかる巨大な国。そんな神がイギリスに敗れた理由は、圧倒的な武力の差、そして、宗教による政治の混乱である。激しく解剖論を訴える早間の言葉に、大きく心を動かされた松陰は、自分が学んできた山賀流兵学だけではダメだと、この時悟ります。海外列強と渡り合うには、西洋の戦い方を知る必要がある。西洋兵学に興味を持った松陰は、九州の旅から帰った翌年、江戸で西洋兵学を学ぶ決意を固めるのです。今度東北に勉強しに行きます。よかったら一緒にどうですか？
宮部。マジか？絶対行くわ。ちょっと班に外出届け出してこよう。お、遅かったな松陰。なんかあったん？いやー、なかなか班が届け出にサインしてくれんでさ。急いでたから脱班してきたわ。マジかよ、頭ぶっ飛んでんなこいつ。西洋兵学を学ぶため、現在の東京、江戸へと学びに向かう、吉田松陰。後に勝海舟や坂本龍馬を弟子にする、西洋兵学の天才、佐久間象山に教えを請い、西洋兵学を極めていきます。ちなみにこの時、日本兵学山賀流の末裔、山賀祖水や、後に池田屋事件で新選組に打ち捨てられる、宮部定蔵と交流を深め、マブダチになる松陰。松陰の人脈は、この時から徐々に広がっていたんです。江戸から帰ってきた翌年、仲良くなった宮部に誘われ、東北への勉強旅行を計画していた松陰。しかしこの頃の長州藩は、藩の外に出るために、いろいろと手続きが必要でした。手続きに時間がかかってしまい、なかなか藩の外に出る許しが下りない松陰。まずい、このままでは友人との旅行に遅れてしまう。そう思った松陰は、何をとち狂ったのか、藩の外出許可が出るのを待たず、長州を脱藩します。当時幕末において、脱藩は大きな罪。最悪死罪にもなり得るほど罪が重く、友人との旅行の約束を守るという理由で、軽々しく行えるものではありませんでした。結果松陰は、東北旅行を満喫し江戸に戻った後、脱藩の罪で長州に強制送還。殺されはしなかったものの、藩士の身分や、兵学師範の地位も剥奪され、長州藩切手の大罪人に転落していくのです。ちなみに余談ですが、長州藩は脱藩の処罰が、他の藩に比べて甘かったとか。かの有名な高杉晋作は、この脱藩の常習犯で、しょっちゅう藩から逃げていたと言われています。親愛なる宮部くんへ、来年黒船が日本にまた来るみたいです。ぜひとも彼ら西洋人に、刀の切れ味を見せたいものですね。まったく、松陰くんは相変わらずイカれてるな。脱藩の罪でいろいろと失うも、相変わらず学問にのめり込んでいた吉田松陰。彼は西洋兵学を学ぶうちに、海外に出ることに興味を持っていきました。そんな時、彼の耳にとんでもない情報が入ってきます。それは、浦賀湾に突如現れた、黒船の来航です。この情報を聞いた松陰は、師匠の佐久間象山と一緒に、望遠鏡で黒船を観察。西洋の進んだ文明の船に、心を奪われてしまうのです。その衝撃に、思わず友人の宮部定蔵に手紙を送る松陰。一年後に再びやってくる黒船に、日本刀の切れ味を見せたいという、すこぶるおっかないことを書いていました。外国船の凄さに見入られた松陰は、もういても立ってもいられない興奮状態。この船の技術をもっと知りたい、海外のことをもっと知りたい。そう思い、当時たまたま長崎に泊まっていたロシアの船に、乗り込もうとします。思い立ったら即行動。松陰の無茶な行動に巻き込まれたのは、当時彼の弟子であった、金子重之助でした。金子は、武士である松陰とは違い、足軽の家系。武士と足軽、身分は大きく違いますが、誰よりも学びに対して飢えていました。師匠である松陰に連れられ、ノリノリでロシア船に密航しようと企てる2名。しかし当時ロシアは、ヨーロッパ諸国とバリバリに揉めており、いろいろとバタついてる時期でした。本来もう少し長く日本に滞在する予定だったのですが、急遽予定が変わることとなってしまい、当初よりも早く、日本を出てしまったロシア船。松陰と金子が長崎に着いた頃には、ロシア船は港におらず、密航計画は失敗に終わってしまうのです。しかしこの失敗で、外国船密航に火がついた二人、翌年日本にやってくる黒船に備え、密かに計画を立てるのでした。黒船に密航したあんたらですが、常習犯の牢獄にぶち込みます。うわぁ、マジか。でも先生と一緒なら牢屋の中でも楽しいですよね。は、何言ってんだ金子、お前と松陰は別だぞ。え？頑張れよ金子。長崎のロシア船密航に失敗した、松陰と金子。嘉永7年、ペリーが再び日本に訪れ、日本へ開国を迫った時、彼ら二人は再度動き出します。松陰たちの計画は至ってシンプル。海岸に繋いである小舟を盗み、正面から堂々と密航するというものです。そのあまりにもひねりのない密航計画に、黒船にいたアメリカ人たちも、思わず乗船を許してしまいました。乗船した黒船のクルーに対し、勉強したいから自分も海外に連れてってくれと、頭を下げて頼む松陰たち。いきなり船に現れて意味不明なことを言うおっさん二人に、黒船クルーも焦りました。この二人の密航は、すぐに通訳を通してイトクペリーにまで伝えられ、しばらく日本にいるから一旦帰ってくれと、松陰と金子に伝えられます。しかし、この時点でもうすでにアウトだった二人。
黒船密航がバレたら投獄されるのは確定だったため、もう陸地には戻れないと、ガチでペリーに乗船を頼み込みます。ペリーに対し、徹底抗議する吉田松陰。松陰の海外留学に対する熱いプレゼンは長く続き、いい年したおっさんの思いを受け止めたペリーは、結局二人を船から下ろす決断をするのでした。念願である海外留学の夢が閉ざされた、松陰と金子。彼らは黒船に密航したという自分らの罪を認め、素直に奉行所に出て実施します。彼ら二人の行いは、控えめに言って完全にアウトで、幕府では彼らを死罪にしようという意見が出ていました。しかし、上からの働きかけにより、とりあえずは死罪を逃れることができた松陰たち。彼らは地元である長州藩の豚箱に、ぶち込まれることとなりました。同じ罪を犯した松陰と金子ですが、それぞれ身分は違います。松陰は武士、金子は足軽。松陰は長州の野山獄というところに幽閉され、苦しい獄中生活を送ることになるのかと思われますが、わりかしその生活を楽しんでいたようです。獄中生活で時間があった松陰。野山獄では読書と勉強にふけり、せっかくの機会だからと、同じ豚箱仲間に講義を開きます。この講義が思いのほか好評で、人に物を教えることの素晴らしさに気づいた松陰。この経験がきっかけで、後に多くの歴史的偉人を輩出する、とある学習塾が誕生するのです。ちなみに、一緒に捕まった金子くんはどうなったか?というと、松陰とは別の牢獄、岩倉獄に収監されてしまいます。松陰の入れられた野山獄とは違い、非常に劣悪な環境だった、岩倉獄。まともに物も食べさせてもらえなかった金子は、25歳という若さで、病死してしまうのです。身分が違う、たったそれだけの理由で、死へと追いやられた金子。松陰は弟子の死を深く嘆き悲しみ、新しい未来へと歩んでいくのです。君は〇〇が上手いね。はい。君は〇〇の才能があるよ。ありがとうございます。君は、俺は教えてもらうなんてごめんだね。いやーすごい、元髄くんめっちゃ賢い、ほんとすごいわ。ああ。約1年ほどの収監期間を経て、野山獄を出ることになった松陰。とはいえまだ彼の罪は許されておらず、幽閉という名の自宅謹慎を受けるのでした。武士の身分ではあるものの、もう刀を握ることに執着がなかった松陰は、野山獄での教育経験を生かし、小さな塾を開設します。その塾こそ、後に多くの偉人を輩出することになる、松下村塾でした。松下村塾という名前の由来は、かつて松陰がスパルタ指導を受けた、叔父玉木文之進の塾名にちなんだもの。尊敬する人物が経営した塾の名前を、そのまま引き継いだ、という形です。開塾当初、およそ8畳ほどしかない小さな部屋で行っていた、松陰の松下村塾。小さい塾ながらも、松陰は独自の教育理論で、生徒たちに教育を行っていました。松下村塾での教育は普通のそれとは変わっており、その大きな特徴は次の3つ。1つ、講義より討論を優先する。通常塾といえば、先生が教壇に立って淡々と講義するものですが、松下村塾では、生徒同士の討論を優先させていました。時には自身も生徒の討論に入り、学びを深めていた松陰。あくまで自分は脇役、主役は塾で学ぶ生徒自身であることを、日々の授業で教えていたのです。2つ、行動の大切さを教える。松陰の学びの根幹には、中国の儒学者である、孟子の教えがありました。孟子の言葉にあったとある名言、姿勢にして動かざる者は、未だこれにあらざる者なり。現代語に訳すと、誠の心を尽くして行動すれば、それに心を動かされない者はいない、という意味です。要するに、行動することが何よりも重要、ということを、常に信念としていた松陰。彼は塾生に対しても、行動することの重要さを説いていました。三つ目、生徒の短所を生かす。松下村塾の特徴というより、松陰自身の教育法ではあるのですが、彼は人の特徴を見抜く観察眼に長けていました。生徒の得意不得意を見抜き、一人一人に合わせた教育を行っていた松陰。有名な話として、後に長州藩を大きく変えた英雄、高杉晋作の教育エピソードがあります。彼は松下村塾に入学した当初、他の生徒と比べて、学力が劣っていました。というのも、頑固で負けず嫌いだった高杉は、プライドが人一倍強く、人の話を聞かないため教育が難しかったのです。彼のプライドの強さという短所を、すぐに見抜いた松陰。この短所をうまく使い、とある手段を実行します。それは、高杉の前で他の生徒をバチクソに褒めること。当時塾内で一番の成績を収めていたのが、後に下関で外国船に砲撃をぶちかます、小坂玄瑞でした。松陰はことあるごとに高杉の前で小坂を褒めちぎり、そのプライドに火をつけていきます。高杉はプライドが高いという短所はあったものの、人一倍高い行動力を持っていた男。
目の前で自分以外が褒められているところを見せられ、負けじと勉学に励むようになり、めきめきと頭角を現していくことになるのです。後に、松下村塾の双璧として成長することになる高杉。プライドの高さを短所と見るのではなく、成長に生かす要素として見ていた松陰の教育法は、現代にも通じる学び方ですよね。このように、他とは一線を画す教育を展開していた、吉田松陰の松下村塾。その噂はすぐに長州内に広まり、小さな小屋である松陰の私塾には、多くの生徒が集まることとなります。その数は、合計で50名ほど。高杉晋作や久坂玄瑞といった、幕末を大きく動かす上位志士はもちろん、初代内閣総理大臣である伊藤博文、幕末維新三傑の桂小五郎など、明治時代に名を残す数々の政治家が、この松下村塾から輩出されていきます。2年という短い間でしたが、松陰の手で運営された松下村塾。生きた学問と言われる教育法を教える松陰でしたが、この頃とある事件をきっかけに、彼は新たな行動に踏み出していくのです。日米州交通省条約？ふざけんな、何勝手なことしてくれてんだよ。先生、落ち着いてください。このままじゃ日本は。安政5年、日本はアメリカに対し、自由貿易の条約を締結。日米州交通省条約と呼ばれるこの条約は、日本にとって、あまりにも不平等なものでした。さらに言えば、天皇の許しを得ることもなく、幕府が勝手に締結してしまった、日米州交通省条約。外国の圧力に屈し、その場しのぎの対応しかできない幕府の浅はかな行動に、松陰は危機感を覚えました。日本の未来を軽視する幕府に、国を任せていいのか？このままでは、日本は外国の植民地になるのではないか？焦燥感に駆られた松陰はこの時、幕府を倒す、倒幕の意識が芽生えるのです。一方その頃、幕府内でも様々な問題が発生していました。それは、江戸幕府次期将軍の座をめぐった、後継者問題。当時病弱で、体に障害を抱えていた13代将軍徳川家定には、彼の後を継ぐ後継者がおらず、幕府内は揉めていました。家定の次は誰を将軍にするか。水戸藩の一橋義信を後継者に推薦する一橋派と、紀州の徳川義富を後継者に推す南紀派とで、幕府は二つに分裂します。将軍なんてどっちでもいいじゃん、と思われる方も多いかと思いますが、政治の世界は思った以上にドロドロしてるんですよね。自分の推しが将軍になれば、それに伴って自分の生活もウハウハになるため、この頃の幕府のおっさんらは一生懸命になっていたのです。この将軍後継者問題、幕末の将軍継嗣問題として、二つの派閥がドロドロな争いを繰り広げることになるのですが、結果勝利したのは、南紀派のおっさんたち。おっさんたちの中で最も力を持っていた、井伊直弼というおっさんが、大老と呼ばれる幕府政治の最高職に就任するのでした。派閥争いに勝利し、権力の頂点に立った井伊直弼。当時日本は海外との貿易を許可した開国により、非常に荒れた状況でした。幕府に対する不満も民衆の間で爆発し、世間はめちゃくちゃな状態。そんな状況の中、とある人物の行動で、事態は大きく動きます。その人物とは、今日にいる日本の象徴、天皇自身でした。天皇が行った行動は、一通の手紙を、幕府と水戸藩に送ったこと。手紙の内容は、ざっくりまとめると次の通りで、一つ、自分の許可なく日米州交通省条約を結んだことは許さん。詳細な状況を説明せよ。二つ、諸藩と幕府は朝廷と協力し、さっさと外国人をぶっ倒せ。三つ、上の二つを他の藩に伝えろ。天皇が手紙を送ったこと自体、別にどうということはなかったのですが、問題は、水戸藩に送っていたということ。待て、なんで俺らをすっ飛ばして、水戸藩に手紙を送ってんだ？この天皇の幕府ガン無視メール便は、つまるところ幕府は信用ならんということの表れでもあり、このことが水戸藩以外の諸藩に伝わると、大変まずい状況となります。そのまずい状況とは、幕府より諸藩の方が、天皇の信用を得ているという事実。幕府の信用問題にも直結する、母語の密局と呼ばれるこの事件に、俺らを舐めやがってと、ぶち切れる井伊直弼。直弼率いる幕府は、この問題を解決すべく、密局に関わった一橋派を無理やり弾圧していきます。ついでに、臨場して盛り上がる尊攘派にも目をつけた、暴走するバーサーカー、井伊直弼。幕府にあだなす尊攘派を見つけては、権力によって裁き散らすという、超絶パワープレイを決行するのです。安政の大獄と呼ばれることとなる井伊直弼のこの暴走は、裁きのターゲットとして、一人の男に白羽の矢が立ちました。その人物とは、梅田雲品と呼ばれる、尊王攘夷派の志士。可愛らしい名前とは裏腹に、尊攘派として、ゴリゴリに攘夷運動を行っていた雲品。当時の幕府が行う政治についても、激しく批判するようなイカれた人物でした。
その頃の雲斌は、尊攘派として積極的に活動していた優秀な学者。全国を渡り歩きながら、幕府に対する文句をひけ散らかしていたのです。現代でいうひろゆきのような、弁が非常に立つ梅田雲斌。その口のうまさが災いしたのか、江戸にいる幕府の耳に、彼の噂はが入り込みます。何やら我らの悪い噂を、至るところで撒き散らかす男がいるらしい。午後の密局で苛立っていた井伊直弼は、尊攘派を断罪する見せしめにと、雲斌を捕らえ江戸の牢屋に収容します。豚箱にぶち込まれた雲斌に待っていたのは、取り調べという名の、激しい拷問。午後の密局の首謀者はお前だろと、辛い仕打ちを受けるのです。そう、あの雲斌とかいう可愛い名前のおっさん、全然口を割らねえじゃねえか。仕方ねえ、ここ最近あいつと会ったやつを、しらみつぶしに取り調べしてやる。幕府の激しい拷問に対し、一切口を割ることのなかった、梅田雲斌。首謀者を見つけられなかった幕府は、雲斌と関わる人物が怪しいと目をつけ、彼の行動履歴を調べ上げます。その中で分かったことは、何やら最近雲斌は長州に行き、とある人物と会っていたということ。幕府は急遽そのとある人物を江戸に呼び出し、取り調べすることを決めるのでした。雲斌が江戸で拷問を受けている頃、松陰は長州でとある計画を練っていました。その計画とは、幕府の用人を暗殺するという、恐ろしい計画。手始めに考えたのは、現在の和歌山県、紀州藩の家老である、水野忠中の暗殺です。水野は井伊直弼率いる幕府南紀派の中心人物でもあり、松陰たち攘夷派の志士にとっては、諸悪の根源。松陰は当時長州にいたため、江戸にいた弟子の松浦正道に対し、水野暗殺を命じます。先生の突然の命令に対し、困惑する衝動。そもそも一般人である自分が、たった一人で奇襲という藩の家老を襲えるわけねえだろうと、なんやかんやでこの計画はうやむやになってしまいました。水の暗殺が頓挫してしまい、落ち込む松陰。そんな松陰のもとに、嬉しい知らせが舞い降りてきます。それは、ラスボス井伊直弼を暗殺しようと、水戸藩や薩摩藩の上位志士たちが計画しているということ。同じ志を持つ者が他にいることに勇気をもらった松陰は、我ら長州藩も遅れは取らんとし、暗殺ターゲットを、真鍋昭勝へ変更するのです。真鍋昭勝とは、大老井伊直弼を支える右腕のような存在で、安政の大獄を積極的に進めていた人物。井の赤鬼、真鍋の青鬼と称されるような、尊攘派の志士にとっては直弼に並ぶ、ボス的な存在でした。そんな真鍋昭勝が、天皇に会うため、何やら京都を訪れるということを知った松陰。彼は真鍋が京都に来るタイミングを見計らい、武力によって拉致しようと考えるのです。あれ先生、誰に手紙書いてるんですか？長州藩だよ。真鍋のクソ野郎を拉致るために、武器を貸してもらおうと思って。もうやべえってこの人。老中真鍋昭勝を粛清するため、急ぎ準備を整える必要があった松陰。彼は何をとち狂ったのか、この計画を支援してもらうよう、長州藩に武器の貸し出しを頼み込みます。突然の松陰の頼みに、驚きひっくり返る長州藩。いくら尊攘派の長州藩といえど、さすがに藩自ら暗殺に加担することはできず、これを拒否しました。この頃の松陰は、もう怒りで我を忘れている状態であり、ことあることに何かをやらかそうとしていた問題人物。松下村塾の生徒たちも、彼の過激な思想にはついていけず、教え子の情けなさのあまり、松陰は失望していくのです。幕府はもうダメだ、日本の生涯でしかない。幕府のやりように痺れを聞かした松陰は、ことあるごとに幕府を倒そうとする考え、倒幕を叫びました。この松陰の行動に対し、見て余る部分を感じ取った長州藩。これ以上彼を野放しにしていてはまずいと、彼を再度、野山獄へ幽閉する決断をするのです。当時松陰は29歳。若いながら、人生で二度の豚箱行きを命じられるという、相当な問題児でした。そんな野山獄で反省を強いられる中、突然彼は江戸に呼び出しを食らいます。その呼び出しこそ、先に捕まった攘夷派の筆頭、梅田雲斌の周辺調査だったのです。当時幕府は、午後の密局に関係した水戸藩の関係者を探しており、名の通った尊攘派に対し、手当たり次第取り調べをしていた状況でした。雲斌を拷問する中で、彼が長州で松陰と会話したという情報を知り、彼が何か重要な情報を持っていないか聞き出そうと、江戸に松陰を呼び出す幕府。とはいえ、幕府もそこまで松陰の発言に期待していたわけでなく、正直何も知らないならそれでもいい、という考えでした。松陰への取り調べが進むうちに、彼が雲斌とそこまで深いつながりを持っていないと悟る幕府。これ以上聞き出すことは何もないと判断するのですが、対する松陰は、急に自らペラペラと語り始めるのです。幕府の日々の行いに対し、怒り狂っていた松陰。彼は聞かれてもない自分の思いを語り、その会話の中で、老中真鍋の暗殺計画をポロってしまうのです。
突然すぎる松陰の下呂により、凍りつく取り調べを行う幕府の人間、思いもよらないところにとんでもない人間がいたとして、松陰をその場で引っ捕らえます。老中真鍋秋勝の暗殺を計画し、幕府にとって危険な思想を持っていると判断される松陰。幕府は彼に対し、斬首刑による死罪を言い渡すのでした。安政6年、10月27日、松陰は29歳という若さで、この世を去りました。彼が首を切られ死罪となる前、松陰は自分の教え子たちに、次のような言葉を残しています。身はたとえ、武蔵の延べに朽ちぬとも、とどめをかまし、大和魂。現代語に訳すと、私の体が江戸の地で朽ち果てても、自分の大和魂という信念だけは、この世に置いておきたい、という意味。この言葉は松陰の自省の句として、生涯最後の言葉として後世に語り継がれています。誰よりも日本のことを思い、行動をしてきた男、吉田松陰。時には過激で、道を踏み外すこともあったのかもしれません。しかし彼が歩んだその道のりは、優秀な教え子が引き継ぎ、歴史を変える大きな風を生んでいきました。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に、夢なき者に成功なし。この動画をご覧いただいている視聴者の皆様には、松陰の掲げたような夢はあるでしょうか？今回の動画が面白いと感じていただけたのなら、ぜひチャンネル登録を、よろしくお願いいたします。